こんにちは、佐々木常念です。今回は、体に大きな負担がかかりすぎない効率よい滑り、そして、質も高くなるというところに、焦点を絞って、上下動っていう部分に、的を絞って今回皆さんにお伝えしていきたいと思います。長い距離とか滑っていて筋肉が疲れてしまう、筋肉が疲れてしまうっていうのは一定の、筋肉の使い方、例えば一定のポジションで動きが全くない状態、例えばもう空気椅子とかって、想像してもらうと全く動きがない状態でずっと静止しているとやっぱり疲れてしまうじゃないですか。なので、一つこう効率よく滑る、あとは疲れないためにっていう部分で筋肉をしっかりこう動かしてあげる、体の動きでいうと上下動をポイントに滑りを紹介していきたいなと思っております。